よ、寝坊すけ。お前にやろうと思ってな。すげえ。もらっていいのか？おう、使ってくれ。それ、チャップにあげたやつ。気にすんな。あいつは一度も使わなかった。ユーナ遅いな。ユーナと同じ船なんだろ？先に行ってればいいんじゃないのか？10年前、ユーナはこの村に来た。ブラスカ様の凪節が始まった年だ。凪節？その時から、ユーナは俺とルールーの妹みたいなもんだ。素質があることが分かって、重召喚士になって、そして今日、召喚士として旅立つ。初めから、一緒に旅立ちたいってわけ。そんな荷物、邪魔になるだけよ。あ、私のものは何もないの。お世話になる寺院へのお土産。ユーナの旅、そんなんじゃないだろ。そっか、そうだよね。じゃあ出発。練習台だ。その剣試してみ。はっ、楽勝っすね。ほー、やるね。あいつのスピードについてくか。お前ガードになれっかもな。飛んでるやつは俺に任せな。ちょいと面倒なやつが出てきたな。大したことねっすよ。ほら、やつは魔法で倒した方がいいんだ。殴ってダメな魔物は苦手な属性の魔法で倒せばいい。魔法？属性？じゃあ黒魔導士様に手本を見せてもらおうか。ええ、頼む。何も知らないのね。先が思いやられるわ。炎属性の魔物には氷属性、逆に氷属性の敵は炎属性の魔法が弱点よ。分かった？炎と氷はいいけど、雷と水はどうなってんだ？雷属性と水属性の関係も炎と氷と同じ。あいつは水属性の魔物だから弱点。よく見ておく。早く行こうぜ。少しの間待つ。あ？もう、いいのか？うん。何？古い習慣でな、島を出るやつはこの遺跡に無事を祈っていく。あの日、チャップは祈らなかったんだ。
船の時間に間に合わないってな。よし、完璧。いいだろ。なんだよあいつ。キマリロンゾ、ロンゾ族の青年。魔物の技を覚えて使いこなす。そういう意味じゃなくて、あいつもユーナのガードさ。私たちにもよくわからないんだ。キマリってとっても無口だから。うん。でも、私が子供の頃からずっと守ってくれてるの。はあ。飛んでるやつはワッカの担当だろ。まあ間違っちゃねえけどよ。せっかくだ、召喚士様にいいとこ見せてもらおうぜ。初の実戦ってやつだ。一応決めてくれ。修行の成果見せてちょうだい。頑張って。
でかいのが再登場かよ。よし、今度は俺が決める番だな。俺の技で暗闇にしてやる。
何も説明してなかったな。これからキーリカって島へ行く。そこで船を乗り換えてルカへ向かう。でその前にユーナは島の寺院でお祈りするから、俺はそのガードをする。神社はビサイドオーラコの必勝祈願もするから、お前も来いよな。中途半端な計画。無駄のない計画だろ。俺に踏んなよ。すごい血筋の召喚師様らしいな。おう、あのブラスカ様のご息女だ。すげえ。ブラスカ様の娘？うん。あんた本当は何者で、どこから来たのかしらね。ユーナの親って有名人なのか？大召喚師プラスカ様の娘だ。ジンにご生存があったろ。10年前にシンを倒した大召喚師プラスカ様。ユーナは召喚師として最高の血を受け継いでるのさ。かわいそうだよな、親が有名だと。この人にそういう想像力を期待しても無駄ね。覚えとくよ、ルル。気持ちいいね。ブリッツの選手なんでしょ、ザナルカンドの。それ、ワカから聞いた？あいつ、絶対信じてないくせに。私は信じるよ。ザナルカンドでは、夜でも光が溢れていて、大きなスタジアムがあって。スタジアムでは、ブリッツボールの試合が開かれて、いっつも超満員。なんで知ってんのさ。ジェクトという人から聞いたの。父さんのガードしてくれた人。俺の親父も、ジェクトって言うんだ。すごい！
私たちが出会えたのはきっとエボンの賜物だね。似てるけど別人だよ。どうして？親父死んだんだ。10年前ザナルカンドの海でな。そっか。ある日海へトレーニングに行ったまま帰ってこなかった。それっきり行方不明さ。ジェクトさんはその日にスピラに来たんだよ。まさか。だって私がジェクトさんに会ったのは10年と95日前。父さんが旅立った日だからよく覚えてる。時期はぴったりでしょ。でもどうやって来たってんだよ。君はここにいるよ。だろうが、そんなもん打ち込んでどうするよ。船ごと海に引きずり込まれるぞ。シンはキーリカに向かっている。あいつの注意を引きつけたい。キーリカには俺たちの家族が。召喚すればお許しを。待てよ、本気かよ。
Yeah.
去。
ザナルカンドで真に襲われて気がついたらスピラにいた。だからもう一度真に会えたら家に帰れるって期待していた。私真を倒します。必ず倒します。なんて甘いことを考えていたんだろう。あの日、あの時、あの燃えるような夕日の下、俺は思い知ったんだ。ここは俺の知らない世界で、これが逃れようのない現実だとやっと分かった。私、召喚士のユーナと申します。リサイド寺院から参りました。召喚士様、他に召喚士がいなければ私に異界送りをさせてください。ありがたい。もう身内が魔物になるのは覚悟しておりました。どちらへ行けばいいですか？俺たちは町の様子を見てくる。人手がいるだろうからな。え？